はい、グッモー i ン g おはようございます。えー、今日もですね、えー、早速、もう、メッセージいただいております。えー、潮田先生からね、小熊先生お世話になっております。タンデムでビデオ通話する相手が増えたり、ビジネスを、えーえー、英語コーチともつながり、英語の発音やスピーチを、えー、教えることができ、これから、言語交換や英語指導をいただける機会が、えー、手にできております。 ますます楽しみです。明日のライブ配信も楽しみにしております。そのことありがとうございます。 そして、えぇ、ー、あやこちゃんからも、グッモーニング。ノウハウ、えー、も、たることながら、楽しく続けられること。そして、英語以外でも物事が、スムーズにいく、やよい先生の見出した勉強方法は、普遍性があります。あっても、超嬉しい。今日も楽しみとね、もうあやこちゃん、私、You made my day。もう、おかげで私が嬉しくなっちゃいましたよ。<laughs> ありがとうございます。ああ、一斉に皆さんありがとうございます。みえちゃん、おはようございます。 えー、あっちさちゃん、忙しいのに頑張ってます。偉い。聖子ちゃん、おはようございます。まゆさん、おはようございます。のりこさん、おはようございます。えりかさん、おはようございます。ひとみさん、おはようございます。あきちゃん、おはようございます。たいから、本当にありがとう。おはようございます。あっちゃんさん。みゆきさん、おはよう。まきちゃん、おはよう。なおみさん、北海道からありがとうございます。たけしさん、ありがとうございます。たかさん、ありがとうございます。みほさん、ありがとうございます。はい、たんでも広めてくれるの、嬉しいな。 えー、コさん、おはようございます。あ、まりちゃん、おはようございます。あケミちゃん、今日もありがとうございます。ゆうこさん、おはようございます。ブルーズ、ランゲージエクスチェンジについて聞きたいよね。うん、お話ししますね。リんさんも、おはようございます。えー、それではね、早速始めていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。 えー、これで行きましたかね。あさっちゃん、モントリオルからありがとうございます。今井先生、昨日はありがとうございました。えあやこさん、グ m o r ー i n g はい。えー、では、純国さん、道ーツの0円英語学習法の、えー、にね、あの、解説をしていきたいと思います。タンデムのコツも解説させていただきます。 はい。ということで、0、えー、円でね、できる、えー、勉強法ということをお話ししていきますね。で、私自身がやったね、0円勉強法をね、ちょっと参考になるかなと思ったので、これもちょっとお,お話ししますね。で、私が、えー、っと、今、ドイツ語とスペイン語を勉強しているので、ドイツ語の方の0円の勉強の方と、 それから私が考える0円、良いと思うね、0、えー、円勉強法と、えー、それからタンデムの使い方のコツっていうところをね、お話しさせていただきたいと思います。はい。えー、やつよさんもありがとうございます。えー、りちゃんもありがとう。はい。では早速いきますね。えー、まず、私がね、やった勉強法なんですけども、東西線。 でね、あの、その頃私、西家西に、あの、父親が住んでたので、えっ、ー、と、一緒に住んでた時代があるんですけども、その時、まあ、19歳の時ですね、英語がまだ本当に全然できないっていうところですね。えー、その時に、うん、お金がないけれども、とにかく英語ができるようになりたかったので、 あの、父親からね、空港に行ったらお前な、英会話学校なんて行かなくてもずっと待ってる人たちが飛行機をね、うん、えー、お前と話してくれるからもうそれで英会話代なんていらないだろうって、私が高校2年の時に、こう怒って言ってくれた時の言葉がずっと私の心の中に残っていて、それで、ふっと東西線で目の前をパって見たら、あの、黒人のね、 えー、方と、それか、男性と、それから、えー、白人の女性ね、えー、が、二人で話してたんですよ。電車の中ですよ。それでいきなり話しかけて、で、Please teach me English. I'll teach you Japanese. っていきなり言ったっていうね。本当に、今考えると、何を考えてるんだって思うんですけども、もう、その時は、 英語を喋れるようになりたかったんですよね。です、で、ですので、それ <laughs> そしたら、あの、二人はカップルとかでも何でもなくて、お友達、あの、ハーバードの大学生と、それから、あの、その、 お友達だったんですけどね。えー、二人がちょうど、えー、南行徳のパーティーに行くんだっていう <laughs>、とどこだったそうで、そ <laughs> れで、お前も来るかって言われて、それで本当に行ってしまったっていうね。で、そこから、えー、実際には、まあ、彼が、えっ、ー、と、英語を外交官になりたいという、えー、英語をね、教えながら外交官になりたいという夢を持って日本に来日していて、 そして、えー、まあ、フランス語も話せて、スペイン語も話せる多言語がね、もう得意な、えー、方だったんですけれども、えー、っと、その彼はもう英語、えー、日本語もペラペラで、日本語能力試験の一級をね、目指す方だったんですけれども、その方とランゲージエクスチェンジをするっていうのがね、私の生まれて初めての経験だったんですよね。で、えー、彼に教えた日本語っていうのは、もう日本語能力試験の一級なんですけど、私その頃、あの、短大のね、あの、 も申し訳ないですけど、あ、全く頭がさえないね <laughs>。あの、大学生でしたので、飲み会しか行ってないぐらいのね、感じなタイプでしたが、飲み会とアルバイトだけでね、生活をしてるような、あの、えー、低次元の方でしたのでね、私が。ですので、まあ、そういう意味では、彼の日本語能力試験の一級の日本語もわかんないっていう状態だったんですけれども、 ありりがとう <laughs> いきなり話しかける英語の教 <laughs> そう本当に。でも、それがですよ。そこから、要は、あのね、もう彼のおかげで、もう私はいろんなことを学ぶわけですよね。あの、豆腐 is Japanese food って言ったら、も、oh, う I hire n China. 豆腐は日本食だと私が主張すると、その彼からは中国でも食べなよって言われて、<laughs> もうなんか本当に自分自身が、 どんだけ無知なんだっていうことをね、克明に知ることができた、あの、素晴らしい機会になりまして、で、ただ、やっぱり彼の英語の、日本語のレベルと、私のレ、彼の日本語のレベルが高すぎて、私のレベルが低すぎて、アンバランスすぎて、えー、ランゲチェックシェンジと,として、としては、あんまり理想の形ではなかったかな、というふうには思ってます。 えっと、えー、タンデムのね、あの、創業者の方のプレゼンテーションも、あの、結構インターネット上に、あの、YouTube とかで載ってますんで、それを聞いていただくと、ランゲージエクスチェンジのコツっていうのと、それから、えー、落とし穴っていうのもね、プレゼンで発表してくださってるので、それを聞いても、やっぱり目的と、目、 表が近い人の方が、しかも年齢差も近い人の方がうまくいくっていう統計値は出ているそうです。で、私自身は、まあ、19歳で、えー、そのランゲージエクスチェンジをやってもらった、えー、ローレン・ハイツさんっていう方だったんですけども、ローレンも、えー、20代前半だったかな。ちょっと私より年上っていう感じだったんですけれども、 あの、えー、まあ本当にハーバーのね、大学生に教えてもらえるっていう、もう最初からラッキーなところにいたとは思うんですけれども、まあその彼が、その頃って、まだ日本が、あの外国人が、えー、マンションを借りるとかっていうのも大変だった時期だったので、えー、私の方がそこの手続きをして、そして、えー、彼のお友達4人と一緒にですね、共同生活をするっていうのを1年半やったんですね。 ですので、まあ本当にその、あの、もう英語全然できない中でね、本当に筆談とか辞書とか引き引きやっている感じでしたよね。あの、暮らしている間も、never mind って表現皆さん知ってますよね。もういいよっていうさ、あの、その、えー、コインランドリーとかにね、一緒に行って、あの、そんな裕福な生活をもちろんしてたわけじゃないので、それで、あの、その、かローレンではない別のね、 えー、お,おの、お友達から、えー、冗談を言ってもらってたんですよ。でもその冗談もわからないから、もう、ネヴァーインって言われたんですよ。もういいよって。もう気にしないでって。マインドって頭じゃないですか。だから気にするってことなんですよね。ネバーですから、決して気にしなくていい。ネヴァーイン。で、このネバーマインドが私、一緒にもう生活して、何ヶ月か経ってる時ですよ。 その、その時でさえ、ネバーマイ mind が分かんなくて、what is never mind って聞いたら今でも覚えてるんですよね。もう、気にしなくていいよって言われて、え、気にしなくていいって何ですかって聞いてないから。もう、あれだよね、そのスコットさんだったんですよ。スコットさん、呆きれる以外何もない。 もう、もうどうしようもないみたいな感じでしたけど。でもまあ今ね、あの振り返ってみれば、まあ0円勉強法の中ではね、まあそういう意味で、その中で本当に学習期間状態ってね、前にもお伝えしました。もうわかんないことだらけすぎて、 そのわかんないことがいっぱいあって、全然できなかったからこそ、その後ね、自分でお金を貯めて学校行った時に一気に吸収して、そして英語が一気にできるようになった可能性はあるな、というふうには思いますので、皆さんがね、今までやってきたことも、決してね、あの、遠回りになっている可能性はあるかもしれないですけども、無駄っていう意味ではないですからね、えぜひ、あの、そこは肯定していただければと思います。えですので、ぜひね、あの、 まあ、こういうことも可能なのねっていう、その、今皆さんになんでこれをシェアしてるかって言ったらば、前もお話しした覚醒革新線ですよね。できないっていう状態は絶対できないですから、でもできるかもになったらできる可能性はぐんと上がるんですよね。で、さらに絶対できるわ、それって思ったらば、もうめちゃめちゃね、皆さんの英語力も、それから実現力っていうのも上がってきますので、まあ、それを上げていただくためにね、小熊の、 まあいろんな経験をお話ししていると思って、まあこの辺は楽しんでいただければという <laughs>。あきれるかな <laughs> どうなんだろう <laughs> はい。で、えー、っと、それから実際に空港で話すっていうことですね。まああの、これの、あの、決して英語だけの学習のために空港に行ったっていうところまではやってないですけれども、たまたま空港に行った時とかには、積極的に、あのもう、 あの、フレンドリーなね、感じに自分を、もともとは全然私フレンドリーじゃないんですよ、私。結構、シャイな方なんです。あの、って言っても全然、し、あんまり信用してもらえない感じが今、なんかこうか、空気をなんとなく感じましたけども、はい。で、まあ、ほんとそうなんです。どちらかというとシャイな方なんです。パーティーとかも苦手ですし、飲み会とかもちょっとあんまり得意ではないんですけども、でも空港に行った時には、やっぱりそこに、あの、 自分のね、あの、成長させる機会はあるということで、できるだけ、いろんな人と、こう、はい、目があって、ちょっと話、あの、かけられそうな雰囲気だったらもう、はーいって言って、えー、なんかちょっと雑談を始めてみる。w ェイ from みたいなね。way from は結構ね、あの、あれですよ。あの、スタートしやすい、あの、会話のね、切り口になりますから、ぜひね、使っていただくといいと思います。で、他にやった方法としては、日本語が話せないふりをする。 これはね、これ結構やってました。英語全然できないくせして、でも日本語話せないふりして、あの、ま、あ中国中風の感じですよね。それで英語で説明してもらって、はぁはーみたいなね。これも結構よくやってましたね。え、それから、困ってる外国人を助ける。ま、あこれはもう本当に、あの、ずっと私がやり続けていることですよね。 で、もちろん日本に対して、えー、いい印象を持ってもらいたいっていう気持ちもありますけれども、あの、それだけじゃなくて、やっぱりそこでね、あの、自分が英語を使えるっていうことは、やっぱりいいのかなというふうに思ってますので、困ってる外国人はいつもね、あの、may I help you? みたいな感じで、what can I do for you?any problems? っていう感じで、 なんていうのかな ?I'll help you carry the luggage みたいな感じで、あの、どんどん話しかけてですね。え、それで困ってる人を助けていくっていう感じにしております。それから、え、友達ができてくると、これが使えるんですけども、相談に乗ってあげる。うん。え、この相談に乗ってあげるっていうのはね、結構いいですよ。 で、えー、特に日本に来たばかりの方って、いろんなね、心の葛藤を抱えてる人多いんですよ。あの、母国にボーイフレンドを置いてきちゃったから、その彼のことが気になっちゃってとか、会えなくて寂しいんですよね、みたいな感じ、えー、なところを、えー、まあ、こう、聞いてあげられる、存在になってあげると、その、あの、外国人のお友達が困った時にいつもあなたを頼りにしてくれるわけですよね。 で、相談に乗るって割とレベル低くてはできるんですよ。どういう意味かっていうと、聞くだけで割と皆さん、あの、楽になる人多いじゃないですか。まあ私とかもそうですけども。なので、この相談に乗ってあげるっていうのは、もう本当に相手を救ってあげたいからこそ、一生懸命聞くし、一生懸命聞いてなんか、 ね、相手の、相手にプラスになるの、なる発想を言ってあげたいと思うじゃないですか。ですから、自分が話してあげたいっていう気持ちも高まりますので、そういう意味では、この相談に乗ってあげるっていうのはですね、もう私は本当にかなりおすすめです。そうすると、あの、感謝される友情っていうのをね、育むことができますからね。うん。で、え、それから、海外の人の、その、うん、 悩みっていうのがね。まあ、日本で生活していたこういう苦しみがあるのかとかね。あの、えー、日本だったら、あの、自分の母国だったらどんどん意見を言えるのに、女性で仕事をしてるとなかなか意見を聞いてもらえないんですよね、みたいなところとかね。ま、あそういう相談とかも、あの、みんなにしたりとか、えー、まあ、遠距離恋愛のね、難しさとか。まあ、今もね、あの、多分、 えー、コロナで会えなくて遠距離になってしまってる人っていうのはね、結構増えてると思いますので、えー、そういうところの、えー、心の支えになってあげるっていうのもね、えー、ランゲージエクスチェンジをするときにすごくいいあなたの付加価値になるかなと思いますね。えー、そして、えー、映画の音だけを えー、シャドーイング。うん。これは、私がね、やってた頃ってカセットテープですよね。プリティウーマンをカセットテープに録音して、そしてそれをずっとオークマンで聞いてました。で、そうすると、映画って、やっぱり BGM とかもついてるし、そういう意味で聞いてて飽きないんですよね。ということなので、で、あの、ナチュラルな会話じゃないですか。なので、あれはすごいやっぱりいい勉強法だったな、というふうに思ってます。 ま、今だったらね、もちろん iPhone でいくらでも、あの、Netflix とか、YouTube とかをね、あの、ずっとつけっぱなしにしておくっていうのもいいと思います。で、英会話学校の無料体験レッスンを片っ端から受けました。<laughs> これで、ね、結構、あの、初級からね、中級、中級から上級とか結構上がってくるんですよ、一生懸命やっていくと。なので、これはね、かなりモチベに上がりました、あ、モチベーション上がりましたよ。ただし、 これ私がやってた頃って、まだコンピュータシステムとかがなかったので、あの、東京中の本当に電車代だけ払ってね、あの、えー、まあ、お金はなかったんで、無料体験レッスン受けて、はい、ありがとうございました。お金ないんで入れます、入れませんみたいな感じで、あともうちょっと他の決闘しますみたいな感じで、あの、体験レッスン受けましたけれども、 これは結構ですね、あの、だんだん勉強を進めていく中でレベルが上がるっていうのを体感できたので、すごい良かったなと。でも今は、しばらくしたらね、インターネットでちゃんと管理されるようになっちゃったんで、一箇所受けると、もうそこの学校の何々校とかで受けられなくなっちゃったって <laughs>、ありましたね。まあでも今もインターネットの、あのー、 え、英会話のね、えー、学校とかもすごく多いですから、まあ無料体験をいろいろ受けてみて、で、まあ本当にあの一番いいなって思ったところで契約するっていう、その契約をする前にいろいろ試してみるっていうところでも実力をついでに上げちゃおうっていうのはね、すごくいい発想かなと思います。そして、 アルバイト先で英語担当になる。私、英語得意なんですよと、得意じゃなくても言っちゃうってことですね。まあ、これって、えっと、最初、あの、コンパニオンですね。 あの、展示会とかの、ああいう時は、あまり英語ができる人いなかったんですよ。なので、あの、全然英語できないんですけども、でもできる、その中ではできたので、なので、えー、英語担当になりますって言って、英語の受付とかをね、積極的にやらせてもらって、学ばせていただきました。ただし、看護のホテル、あの、一番し、三つのね、アルバイトを掛け持ちした、その深夜のアルバイトの時には、ICU のね、あの、大学生がいたんですよ。 でもその彼が本当に英語にもネイティブなわけですよね。上手だったので。まあ、さすがに英語担当にはなれませんでしたけども。 その代わり、その彼にね、いっぱい英語を教えてもらってました。これなんていうのあれなんて言うの <laughs> って言って。<laughs> はい。えー、で、その代わり、彼はね、あの、ゲイの男の子だったんですけれども、彼の恋の悩みっていうのをね、聞いてあげるっていうことで、まあ、ギブアンドテイクのね、まあ、ランゲチエクスチェンジじゃないけれども、まあ、お互いにギブアンドテイクの関係で、えー、教え合うということをね、してました。 はい。え、いいですね。なんか皆さんからいろいろ来ておっていいですね。はい。あずささんから、私も英語の学び始めは、児童館であった外国人ママに,ママにと突撃しに行ってました。さすがーいいですね。マリさん、あ、ごめんなさいね。 なりさん、えー、すごく具体的で役立ちます。よかったです。えー、わからないことだらけだと自信なくして行動が止まりがちですが、強い目標を持っているならば、できることを全部やれる。自分を信じて進める、進めるんだと、先生の講座で思いました。よかった。ありがとうございます。はい。えー、私も日本語わからないふり、よくしてました。あ、本当？あ、やっぱり。これ、いいですね。はい。 えー、そして、えっ、ー、と、アルバイトで、えー、英語、あ、これやりましたね。はい。で、ホームステイの,あの先生の家に泊めてもらった。これはね、大事件になったんですよね、結構ね。あの、えー、高校の卒業旅行が、あの、うちの母親のね、えー、おかげで。 ま、あの、アメリカに、2週間か3週間、ね、ホームステイ行けたんですけども、で、その時に学校のプログラムをついてたので、授業を受けてたんですけど、その時の先生が、あ、じゃあ今度、あの、えー、来たらば、一人旅行で来たらば、止めてあげるよって言ってくれたんですよね。 で、やったーと思って、まあ、先生だしって言って安心して行っちゃったんですよね。あの、一人旅行19の時にホームステイから帰ってきた夏休みだったと思うんですけども、それで止まっちゃったらですね、これもシャワー浴びてる時とかに盗み見されてたりとかしたんですよ。なんでまあ、これは、あの、正直もう,もう真っ青ですよね。まあ、 これで、まあ、あの、後ほどね、タンデムでどうやっていいパートナーを見つけることができるのかっていうことはね、お話ししたいと思うんですけれども、まあ、そういう意味でね、あの、怖い体験もしました。まあ、ま、無効密でね、いろいろやってましたからっていうところもあるんですけども、 ただ、まあもちろんこれってね、あの物理的にその先生の家に泊まっちゃったっていうとかね、結局、あのでもその、あの、見られるぐらいで、まあ全然済んで、そして私も危険察知したので、ありがとうございましたって言って、あのシャワー浴びた後ね、もう荷物まとめて出てっちゃったので、あの全然大丈夫だったんですけども、 あの、そういうね、いろんなことが、やっぱり経験としてね、詰めるっていうのが、やっぱりこう、0円でね、勉強しようとするときの、まあ、いいところなのかな、というふうに思いますね。 えー、そして、オーディオブックのカセットで勉強ということもね、えー、やっていました。えー、これは、まあ、映画をね、音に、あの映画の音を聴くっていうことだけじゃなくてですね、オーディオブックも今、あのえー、オーディボーとかね、ありますので、えー、そういう意味でもそういうのをね、活用していただくと、えー、非常に、えー、音から勉強できるっていうことでね。 えー、皆さんの英語の耳ができやすくなるかなと。英語の耳をね、最初に作っておくということが大切ですからね。えー、そして、FEN の英語ラジオもね、あの、よく使ってまして、ラジオ方法っていちょっとおかしいですね。すいませんね。<coughs> あ、ちょっと直しにくいな。はい。えー、そして、えー、まあ FEN、FEN っていうのは、ファー,イーストネットワークって言って、あのー、 アメリカのね、米軍キッチンの中のラジオなんですけれども、まあ英語の放送をずーっとね、皆さん聞くことができますので、今でもね、聞くことができますので、もちろんこれも0円でね、私が、えー、ずっとかけっぱなしにしてました。もうね、ずっと、本当に24時間、ずーっと寝てる間も聞いてました。<laughs> なので、睡眠学習もいいかもって思ってね、あの寝てる間も絶対脳っていうのは動いてるはずだから、その間に覚えさせようって <laughs>、やってました。 えそれからもちろんね、NHK のラジオっていうのもね、あの、やっておりましたよ。はい。という感じですかね。まあ、これが私がね、実際にやっていたものでした。少しでもね、参考になれば嬉しいです。えさて、今ね、ドイツ語で、えー、オグマがやっている0円勉強法ということなんですけれども、まず、えー、最初にね、やっているのが、これですね。えー、語学、えー、交換アプリの タンデムで日本語を教えるのでドイツ語を教えてくださいと一緒に勉強してくれる人を見つけました。Okay? でえ、これはもう私の場合はフレーズとかを覚える、もう一言もダンケシェンしかわからない私だったんですけれども、で、一応タンデムの創業者の、あの、共同創業者の、えー、方からはね、本当は過去形が使えるところまで、あのー、行ったらばタンデム使うといいよとは言われてはいるんですけれども、 でも実際にはね、あの、そんなに待たなくていいと思います。全然、あの、あの、リビューがついているようなタンデム、まあ私とかもそうですけれども、あの、結構タンデムを本気でやっている人たちも結構な人数いらっしゃるので、 もうそうすると教えるの慣れてる人たちもむちゃくちゃ多いんですよ。で、私のスペイン語のタンデムのラン,あのランゲージパートナーの方もめっちゃ教えるの上手,上手だったので、まあ、スペイン語の方は挨拶ぐらいはできる。で、動詞と形容詞が10個ずつぐらいわかるみたいなね、そんなレベルなんですけれども、 ま、それでも全然、あの、タンデムのね、アプリで全然学ぶことができましたので、そういう意味で言うと、あの、皆さんが中学校、高校で英語をやっていた状態っていうことであれば、いきなりタンデムで、ランゲージパートナー探していくっていうのはね、全然問題ないと思います。 で、私の場合なんでこれを最初の一歩にしたかというと、動機づけなんですよね。脳が結局ドイツに今ねい、いるわけじゃないじゃないですか。で、周りに今ドイツ人の人いないじゃないですか。で、そうすると、ドイツ語を一応聞いては見たんですよ。YouTube とかで、ドイツ語のフレーズ。あの、眠れながらドイツ語を学びましょうという YouTube とかもあるんですよ。また後ほど見せますけども。で、 えそうすると、あなたの脳が、うんと、それを聞いてはいるんだけれども、実際に使う場がないから、これ本当に使うのって言って、脳がある意味、なんかあんまり本気になってくれないんですよ。で、あ脳があんまり本気になってくれないのであれば、それはやっぱり効果的に学べているとは言えないわけですよね。 なので、脳に本気モードを出させるためには、やっぱりこういうランゲージパートナーを見つけておいて、そして、じゃあこの日にもうね、レッスンしてください。私も日本語を教えますっていう風にしておくと、やばい、やらなきゃって言って、本当のスイッチが入るじゃないですか。 で、そこからやり始めて、えー、同じ、その、えー、眠りながらドイツ語を学びましょうっていうのを学んだときに、吸収力が全然変わるんですよ。で、これがやっぱりマインドの力、マインドをちゃんとオンにしてから勉強するところの大切かな、大切さかなというふうに思います。ですので、ぜひ、もう今日ね、あの、タンデムを登録いただいて、えー、そして、えー、ランゲージパートナーね、あなたにとって一番いい、 パートナーをですね、ぜひ見つけていただきたいと思います。で、えー、そしてその後に YouTube で German language って言って英語で検索をして、ドイツ語の基本フレーズですね。えー、これをずっと永遠に英語と日本語、英語と日本語で繰り返しているものを見つけて、それを自分自身が、えー、例えば家事をやっている時とか、え、それから散歩している時とか、 え、それから自転車乗ってるととか、マスクしてますから、え、その、え、ドイツ語をですね、えっと、ずっと口で言ってったんですね。で、そしたらば、あの、もう半年ぐらい日本語を勉強している、教科書とかを使って勉強しているパートナーなんですけども、そのパートナーに、まるで私と同じレベルよね、一番最初から、みたいな感じで、 ええと、とにかく、めちゃくちゃ習得早いですねっていう風にして、発音めちゃめちゃ上手ですって言って褒めてもらえてるので、このやり方はね、もう本当にお勧めします。ですから皆さんだったらば、えー、タンデムで英語のパートナーを見つけて、そしてフレーズ集をその人がいるから、この人にこのタイミングで伝えてあげたいっていうことを思いながらですよ。 これは、アウトプットを想定しないインプットっていうのは、脳が本気じゃない。これ使わないでしょっていうことで、短期記憶から消し去られてしまいますからね。ですので、ちゃんと、え、長期記憶に一発で入れていくために、そのアウトプットを想定する。うん。これって、私ダンスを習ってた時も同じだったんですよね。ダンスの、ただ単にレッスン中に、そのモノマネ、先生のモノマネだけをしている時って、そんなに伸びないんですよ。 で、忘れちゃうんですよね。だけれども、発表会で見せなきゃって言った瞬間に、本当に自分のものにしなきゃっていうスイッチが入りま、入りますので、そうすると、えー、ちゃんとね、あの、自分自身の体がちゃんと本気を出して覚えてくれる。脳が本気を出して覚えてくれるっていう状態になりますので、この順序で勉強するっていうことはとってもおすすめです。はい。あら。きさん。 私も中国でトライしたいと登録したんですが、誰も選べず。あ、なるほどね。じゃあね、これ後半もうちょっと待って聞いててください。どういうふうに選んだらいいのかっていうこともね、お話ししていきますからね。はい。えそしてえ、週に1回の交換勉強会でお互いに30分レッスンし合って発音を確認します。でえ、なぜね、こんなふうにしていくといいのかっていうのはもちろん今も説明したんですけれども、 えー、ドイツに、要は ASAP のね、勉強法の説明、以前のライブでもしたと思うんですよ。なるはや勉強法ですよね。えー、まず、エイム。ね、狙い撃つっていうところ。えー、それから、<laughs> これ <laughs>、タンデム登録用にはまず自分の写真撮影から始めないといけません。<laughs> そりゃそうですよ。はい。だって本人だっていうことが確認できない。<laughs> あの、あれですよ。あの、どんな、あの、Facebook とか、LinkedIn とか、 あの、いろんなものありますけれども、自分のセルフィーが綺麗に撮れていると、すっごいいろんな人からの問い合わせ、出会いって100倍増えるんですよ。ですので、ぜひ、ぜひね、あの、今日、あの、以前私お伝えしたと思うんですけれども、あの、あれです、えっ、ー、と、そうだ SODA。このアプリがね、めちゃめちゃ美人に撮れるんですよ。ですので、これでセルフィーも練習してください。私もね、ほんとね、ずっとセルフィー練習してます。で、そうすると、やっぱり写真の印象がいいからっていうことって、すごいいい人たちから、この間も、あの、なんだっけ、出会い系のやつを使ってたんですけど、で、そ,それで出会った人が、同じテデッドのスピーカーだったんですよ。 なんかでもあ、まままままあ、た、まあ、あの、どうやって、その、いい人を引き寄せるのか、あ、ごめんね。えっ、ー、とね、秋さんね、SODA。これ、こっちです。はい。あ、ふみえさん、タンデムアプリ入れたんですが、メッセージが男性からばかりで戸惑ってます。うん。これね、男性は表示しないという、あの、異性非表示っていう機能がありますんで、これを使ってください。設定画面からいってます。 でそうすれば、それが一切消えますし、あと、いい人をね、引き寄せるコツがあるので、ちょっとそれは後ほど、もうちょっと待っててくださいね。で、えー、はい、あ、さつき最悪とか、順序分かった、段階よかった、ありがとうございます。で、ASAP の、その、なるはや勉強法で、エイム、目標まで設定しないといけないですよね、ということなので、あの、タンデムでもやっぱり目標意識を持っていなかったらば、えっと、うまくいかないです。 OK。なので、ちゃんと明確にどういう人と、どんな風に勉強したいのかを自分でイメージを作ってください。で、私の場合は、ドイツに行った時に自分でまず自己紹介をしたい。それから相手の紹介を聞き取って、信頼関係を築けるようにしたいって思ったんですよね。なんで、これをエイムにしました。で、えー、S、えー、戦略のとこですね。方法論。一人だと絶対サボるんですよ。もう本気になって覚えない。 で、人と一緒だと頑張れるんですよ。で、これは私の性質ですね。で、日常会話をマスターしたい。で、なので、オグマののに本気でドイツ語をやるよと指令を出すために先にパートを、パートナーを見つけましたと。えー、クローディアさんという方なんですけれども、そのパートナーの方も11月に来日予定なので、同じ目的なんですね。同じように、えー、日本に来て自己紹介、相手の紹介と、それから彼女の場合は観光で来るので、 えっと、そこですね。あの、道の聞き方とかを、えー、ちゃんとスラスラできるようになりたいっていうところだったんで、ね、全く一緒だったんですね、ほぼね。えー、ですので、その彼女と、じゃあ週1回であろうと、時間帯も、えー、いつも、えー、日曜日の夜っていうふうに決めて、で、彼女にとってみれば、それは、えー、日曜日の、えー、お昼なので、ぴったりだねっていうことで、もうそこで固定にしてます。で、えー、お互いに、もうとにかく、 貢献し合うっていうことと褒め合うっていうことね。ここもう本当にあのお互いにコミットしてやってます。で、えっ、ー、と私も教材を作ってあげたりして、で、そしたらばそのお、あの私が作った教材をそのまま全部ね、あのドイツ語にしてくれて、で、それで教え合うっていうことがすごく効率よくできてます。で、メッセンジャーのやりとりの後、 え、ビデオ電話で実際に話すっていうところまでね、あのー、交渉しました。で、彼女は最初、日本語で話すっていうのを怖がってて嫌がったんですよね。でも、大丈夫。絶対大丈夫だからっていうね、そういう、あの、私からの背中を押すっていうこともありました。 で、一回やってみたらば、彼女も日本語の発音すごい上手になったのを一回で感じられたので、これめちゃくちゃいいねって言って、もう今はもう本当にあの絶対一週間に一回やろうって言ってお互いに練習し合って、うんできたーって言ってね、ものすごくあのうまくいってます。 えー、で、週一のビデオ電話で、えー、私が、まあ私の方が教えるのは慣れてるっていうのもあるので、なので、えー、まあでも別になんじゃなくてもね、あの大丈夫ですよ。普通にできますから。だってこれはこういう、これはこういう、はい言ってっていうのね、もうそうやって言うだけですから。で、それで、あの、教科書も別に作るのそんな難しくないですから、日本語、えー、道の聞き方とかって検索すると、あの、いっぱい出てくるので、で、それを、えー、 活用して、えー、そして、えー、教えてあげるっていうことでもうそれで十分なわけですね。はい。うん、いいですね。はい。えー、一緒だと頑張る。確かに、そうなんですよ。 で、脳にリアリティを意識させ、覚醒させるって大事。人と一緒なら頑張る。うん、ほんとそうです。ドイツ語を習われてるという話を聞き、フランス、フランス語ワッシャーの友人からワッツアップに挨拶来てて、返信してないこと、今思い出しましたいいじゃないじゃあもうそのままね、ぜひやってください。てるみさん、私も男性からで、LINE の ID を教えてくれと言われるので、女性としかやらないことに決めました。早く、 後半、気になる。あ、そうだよね。はい、ごめんね。じゃ、早く後半に行きます。すいませんね。<laughs> はい。えー、で、えっ、ー、と、ステップ1なんですけれども、えー、もうちょっと待っててね。あの、パートナーのいい見つけ方のところね。えー、YouTube でまず自分の知りたい分野を日本語で検索します。ね。旅行英語とか、それからビジネス英語とか。えー、で、それを、あの、大体こう、YouTube で、 作ってくれている方ってありがたいことに、視覚的にも口が見れたりとか、それからフレーズを、あの、え字幕につけてくれたりとか、本当にね、精度が高いものいっぱい出してくれてるので、それで目とみ、目と耳と耳も必要ですね。耳と口でインストールして言ってください。OK。で、そうすると、えっ、ー、と、ここである意味、一番最初のこう、インストレーションが始まるというかね、えっ、ー、と、 目からの情報は皆さんも強いと思うんですよ。学校で散々やってるから。一番弱いなのが耳と口なので、特に目で理解している文字情報を耳と口に落とし込む時間だなと思って、まあ女性人だったら半身浴とかしながらね。 携帯とか、ま、あそんなに今軽い防水がついてますので、え、ホルダーつけて、あの、お風呂に入りながらね、あの、聞くっていうのは全然問題ないと思いますので、それでや、一回やっていただくと。で、その後、えー、ステップ2で、YouTube で、今度は、英語で知りたい分野を検索。なので、えー、旅行英語だったら、Travel English。えー、ビジネス英語だったら、Business English。で、これで検索して、良さそうだな、と思った動画を見たらば、 今度は、画面は見なくてもいいですから。もう文字情報は日本語の方で入れてあるので。今度は、散歩とか掃除をしながら。ジョギングでもいいですよ。自転車でもいいですよ。で、みんなマスクするじゃないですか。で、マスクってすごい好都合で、マスクしてると、あの、声出しててもみんなにそんなに聞こえないじゃないですか。で、今ね、まあ、あの、携帯で話してる人たちも多いので。なので、マスクの下で口に出して、声に出して練習するっていうことね。 声に出して練習ですよ。皆さんいいですかここが多分日本人の人たちが一番弱いところだと思うんですよ。口のマッスルメモリーに入れなかったら出てこないです。OK。なので、口に覚えさせるっていう意識を持って練習していただくといいと思います。 うん。で、えー、そして、それで、えー、タンデムで、まあ、ああの、もちろん本当は、タンデムで交換、語学交換の相手を見つけといてほしいんですけれども、えー、まだそこにね、あの、えー、抵抗がある人は先にステップ一とステップにやっていただいて結構ですから、でも、あの、もし、えー、本気のスイッチ入れたいっていうのだったとしたらば、まあ、私だったらラン、まあ、私の場合は、ランゲージエクスチェンジパートナーを先に見つけるからスタートしました。 で、もう予定を立てちゃってるから、やばい、この日までに基本単語できるようになってないとご挨拶できないじゃない、自己紹介できないじゃないっていう風になって本気で練習っていう、そういう感じです。OK? で、えっ、ー、と、教えるための準備ですよね。まあ、これも一回準備してしまえば、他のパートナーにね、対してもどんどん教えることできますし、教えるときに英語で教えるっていうのもね、すごく勉強になりますから、あの、要は、 うんと日本語のことをよく知る機会にもなります。もう本当ね、これ、この時間、教える時間も全然無駄になってないと思います。で、向こうがね、伸びていくのも、あの、すごく見てて楽しいですしね、励みになりますから、もうぜひぜひやってみてください。<coughs> で、受け身でお金を払ってね、英会話に行って、あーはい、ハワイユーみたいな感じで、ワンパイン電ンで終わっちゃうっていうふうに、うん、なっちゃうよりかは、やっぱりもうこうやって自分で手作りの教材作って、ほら、上手になったね、おめでとうみたいな感じでね、やるのすごく楽しいですから、あの、ぜひぜひね、私は、えー、これをお勧めしたいなと思います。で、 えー、英語で教える練習にもなりますし、まあ、ああの別にそのリピータ a t after me とかね、まあ、それぐらいですから、そんな難しいことはないです。はい。で、実際に教えて相手にも、えー、同じようにやってもらえればいいですよっていうふうに言えばね、あの結構です。はい。声に出して、はい、そうです。出した。声に出して、大きな声で、つ、だから、 今ね、マウスピースしてるので、すんごい話しにくいんですよ、これね。もう、なので、もう、ちょっと許してください。私、一生懸命話してるんです。<laughs> っていうことで <laughs>。はい。えー、はるみさん、ありがとうございます。えー、楽しそうです。伝わってきます。ありがとうございます。はい。えー、で、よいしょ。おっとっと。そう、そうですね。で、この、 よいしょ。はい。で、で、あの、実際に、じゃあ、その、YouTube でどんな動画を私だったら選ぶのっていうのね、ちょっとお見せしておきたいと思います。で、これ、あの、海外旅行、え今すぐ使える10フレーズ、すごいわかりやすいじゃないですか。で、これいいなと思ったので、ちょっと再生しますね。あれ 要は、こういうふうに文字情報が出てるわけですよね。Which bus should I take to go to the mall? で、こうやって練習をしていただければいいよっていうことですね。で、日本語は別に音読しなくても大丈夫です。英語だけちゃんと音読してくださいね。そうすると文字情報とめ耳と目が鍛えられるっていうことですね。おいしょ。 で、次いいですね。ビジネス英語の場合だったらば、これいいなと思いました。ビジネス英語フレーズ、ミーティング編ということで。スクールプレゼンス、エンゴリッシュビジネスフレーズ、うん。ね、これもいいですよね。Shall we get started? っていうね。 えー、これも英語だけ繰り返していただければ結構です。えー、そして英語で、えー、道案内っていうね、こういう具体的なのも4フレーズね、えー、これははっぱ先生かなが教えてるやつですね。あ、ちょっと待ってくださいね。Excuse me, where is 新宿スタジオ ?Hey, what's going on everyone?June here with はっぱ英会話。 今日は道案内で使える英語表現を紹介したいいと思います皆さんも一度は道案内の英語表現を勉強したことがあると思いますが今日はその中でもアメリカ人が日常会話でよく使う口語的な言い方をいくつかご紹介したいと思います。はい、という感じで、まあ、こういうものを、ね、選んでいただければいいんかなというふうに思います。 では、そろそろね、もうちょっとタンデムのことも、あの、話し,していきたいんですが、タンデムを、あの、紹介しているね、とっても素敵な動画がありましたので、こちらの動画も、は、共有しといた方がいいかな。はい、皆さん、こんにちは。オーストラリアから配信中、さきです。今日。はい、ということで、このさきさんのね、動画の後半の部分に、 このあたりからね、タンデムの説明が始まりますので、えぜひ2分、えー、41秒ぐらいからですね、えー、タンデムこちらの、えー、を聞いていただければと思います。リンク皆さんにシェアしておきますね。で、えっ、ー、と、それから、よいしょ。タンデムに関しては、えー、こちらのあの、 多分タブネムのマーケティングの方からも連絡をもらって、えー、ね、作ってらっしゃる動画みたいなんですけれども、これもね、すごいよくできてたので、so all, mm hmm. まずね、自分のプロファイルを入れてくださいね、みたいな感じで。で、写真はもう絶対できるだけ自分のね、あの、えー、見た目がいいものを、あの、もうセルフィーはね、もうこれ角度ですから、私も本当に最初ね、 もう、全然自分のセルフィーが苦手で、本当になんか、そう、あの、自分、通訳のね、仲間にもう、上手な人がいたので、その人に相談して、いつも教えてもらってたんですよ。ほら、角度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 をとにかく練習して、何枚も撮って、それで、一番いいのを、 使うのよっていうふうに教えてもらって、それをね、ずっと実践してるんですけれども、そしたら本当にね、どん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 ね、セルフィーが上手になって、インスタではね、みんなに、おなんか大川先生、すごい綺麗になりましたね、とかってね、言われるようになったのは、もう本当にあの練習の賜物だなという感じです。えー、ですので、これもね、あのー、よいし 共有しておきますので、えーまあ、英語ではありますけれども、そんなに難しいね、あの単語で言ってないので、えー、多分皆さんもね、ついていけるんじゃないかなと思います。はい、えー、ということで、えー、皆さんがね、あのー、気になっている、そのタンデムでの良い相手のね、えーえー、を見つけるコツも含めて、最後ね、もう少しあのー、お話しさせてくださいね。 0円、えー、でできることは本当にあのいっぱいありますので、えーや、えー、ですけれども、やる気が続かないことがやっぱり多いと思うんですね。まあ無料だしっていうことで、要はお金を出すことで元を取らないとというやる気が出るんだけれども、それが働かないので、自分でやっぱりやる気が出て、あの、やる気が出て楽しくなる仕組みをやっぱ作っていく必要があるんですよね。 えー、そして、えー、そのためにはやっぱり効率よく脳を使うっていう発想っていうのがすごく大切だと思いますので、まず脳,脳に本気になってもらう、えー、ためにですね、えー、まず皆さん、あの、タンデムでパートナーを見つけていただくと。えー、そして、えー、試験勉強のためではない英語習得なんだっていうことをね、自分でしっかりと認識していただいて、今までと同じことやってたら習得できないわけですよ。 今までと同じことやったら今までのレベルでとどまるってことなんですね。ですから、新しいやり方をどうしても模索していく必要があるんですね。えー、ですので、相手を見つけるっていうのは超大切なことです。で、相手が見つけられない程度をなんだったら、そんなの何やったってもいいでしょうっていうふうに思っておくと、本気でね、いい相手を絶対探そうって思えるようになるのかなと思います。 で、そういう意図と気持ちってやっぱすごく大切だと思います。では、タンデムで良い相手を見つけるときのコツ。はい、ここでもう大注目ポイントですけれども、まず自分の波動を上げておく。自分の波動が低いときにいい人が来るわけないです。同じ波動の人が来ちゃいますからねえ。そして自分の学習の目的と目標を明確にしてそれを伝える必要があると。でタンデムって、まあ創業者の方もすごいね、 あのす、あの、ハロートーク、えー、と違って、えー、タンデムの場合には、もう登録させる人たちに、もう本当に一生懸命、いい、あの、ランゲージエクスチェンジのコミュニティ作りたいので、たくさんの人にお断りをする、要は審査時間っていうのをわざわざ設けてるんですよ。で、東京、 え、当初とかは、もう本当にみんなで手作業でずっとこのプロフィールをリビューするっていうところをやってたぐらい、すごい最初こだわっていたというところなので、目標設定と、なんで、なんで学びたいんですか何を話したいですかっていうこと、こと細かく設定させてくれるんですよ。なので、そこにこと細かく皆さんも頑張って書いてください。で、書くことによって自分の目的と目標が明確になりますから、その目標と目的に合った人をちゃんと見つけられるようになります。 ますそして、お互いの生活のリズムに合ってる時間に定期的に設定する必要があるので、だいたい海外だと時差っていう問題が起きますけれども、まあドイツの場合ですと7時間ぐらいかなが差があるんですけれども、それぞれお互いが定期的に空いている時間がピタッと合う人。 ね。で、これも自分が波動が良くて、ちゃんと目標と目的っていうのを明確化していれば、ちゃんとそういう相手に出会うようになります。Okay? そうじゃなくて、もうなんか予定調整全然うまくいきません。だとすると、もしかしたらあなたの波動が落ちているのかもしれないし、あなたの目的と目標というのが明確になっていないから、いろんな人が来てしまうっていうことなのかもしれないです。Okay? で、えー、 基本的には、統計的にもですね、目的と目標と年齢が近い人の方がうまくいってるそうです。Okay? えー、私も年齢どうかなうんそうですね。割と、えっ、ー、と、若い人よりも、そうですね、結婚されている方の方が、私もなんかうまくいってるなっていう気がしますね。 で、相手と話すのが楽しみぐらいなのがいいと思います。なので、ランゲージエクスチェンジだから誰でもいいやっていう発想ではなくて、この人と話したい、この人は人間的に面白いっていう、そういう人をできるだけ意図して引き寄せていきましょう。見つけていきましょう。で、相手に貢献するつもりでないとお互いに強く、辛くなります。ですから、乗っかる、教えてもらえばいいやっていう発想はダメです。 これだと、やっぱり、小番ざめというか、くれくれ成人ということになりますから、当然、やっぱりいい人を引き寄せるっていう精神状態ではないな、ということになります。それから、もう一つ見極めるときに、リビューの多い人っていうのは、やっぱり、あの、それだけ相手に対して貢献をしている人っていうことなので、これはもう絶対的に、あの、合ってると思いますので、リビューが多い人を見つけてください。 で、えー、タンデムでの注意点っていうとこなんですけれども、自分が波動が低いときには使わない。OK? で、じゃあ波動が低いって何なのよっていうことなんですけれども、自分の気分が落ち込んでいるとき、OK? 自尊心がないとき、下がっているとき、怒っているなどのネガティブな感情があるとき、調子が悪いなって思ってる時っいるとき、こういうなんか、タンデムでなんか変な人が引っかかっちゃったらどうしようって心配してるときは、その心配の波動が全部上がっちゃいますんで、 そうすると心配が現実になることを脳のラスレティクラーアクティベイティングシステムが見つけてきますんで、絶対そういう相手、嫌な相手が引き寄せられます。最初から怪しいと思っていれば、それはやっぱり怪しい相手があなたのところに来ます。怖いって思っていれば、あなたを怖がらせる人がやってきます。ですので、こういう自分の波動が低いときは使わないと。 いうことですね。えー、そして、タンデムの中で基本的には全てが完了するようにできてますので、すぐに、あの、他の WhatsApp とか、えー、に移させようとする人、あの、えー、タンデムじゃなくてさ、こっちで話さないみたいに言ってくる人は、もうすぐにブロックしてください。OK? で、少しでも変だなって、直感が思ったら、返事しないで大丈夫です。 OK。もう、そのまま無視しといて放置で大丈夫です。もう、お互い様ですから、たくさんの人とね、皆さんコミュニケーションを取ってますので、あなたが返信しなかったとしても、それで何か問題になるようなことは何もないですから。でも、自分が、この人だな、この人とランゲージエクスチェンジやりたいなっていうふうに明確に思ったらば、その人とのコミュニケーションは、えー、まあでも、あの、日本人ほど皆さんそんなに、あのー、なんていうのかな。 細かく丁寧に連絡やり取りするわけでもないですので、まあ、そのあたりもね、結局自分の波動通りの人があなたのところに来ますんでね。えですので、えー、自分がちゃんと心の余裕を持って、えーまあ、安心している状態であれば、えー、素敵な人がね、あの来てくれると思いますんで、見つけられると思いますので、えー、その人とやっていただければというふうに思います。 なので、まあ、本当に、あのー、ポイントとしては、素敵な相手を見つけるのも自分次第ですということですね。えー、他人や環境やアプリのせいにするのではなく、自分が素敵になり、素敵な人を引き寄せていきましょうというところが、えー、最後のメッセージですね。で、えー、小熊先生、そんな言い方しないでくださいよっていうふうにね、思った方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、結局、宇宙の法則の根源っていうのをね、考えてみると、えー、 あ、はい、はい。やっぱり、自分、あの、は、波長同通って言うんですけれども、同じ波長の人がやっぱり集まりやすいんですよね。ですから、いかに自分のね、あの、これってこの間のあの、えー、モテトークの、えー、市川博子さんもね、同じことをおっしゃってたと思うんですけれども、結局、自分が、 出会う前にどれだけ自分を高めておくのか。あ、そう。ご主人にお会いしたんですよね。めちゃめちゃイケメンでめちゃめちゃ素敵な旦那さんでしたよ。やっぱりね、なんか自己対話ね、本当に皆さん、あの、やってくださいね。いい機会でね。あの、で、自己対話で自分を高めておけば、あの、本当に素敵なね、あの、人が、え、タンデムでも、あの、見つけられるというふうに思います。はい。え、ブルース、ありがとう。ランゲージエクスチェンジでどのアプリがいいのか迷ってました。 迷わずんでもやります。うん、本当にね、よくできてると思います。最近なんか、なんかね、ちょっと、あの、さらに、あの、いろいろ、あの、機能追加とかもね、するっていう話もしてましたので、あの、そういう意味では、うん、私はやっぱり、 まあ、ああの、ビデオとかは、ビデオコールとか途中で、あの、切れちゃったりとか、まあ、それがあって、途中で切れちゃって、フェイスブックコールに変えたりとか、そういうことはありますけれども、でもやっぱり、あの、コミュニティの質の高さっていう意味で言ったらば、これはね、やっぱりタンデムすごいなって思います。 えー、あの、前もお話ししましたけども、スペイン語を教えてくれているブレオさんも、あの、ファッション企業で300人部下がいるようなね、まあ、そんな素敵な人を引き寄せることができましたので、もうぜひぜひね、皆さんも、あの、このタンデムで素敵なパートナーを見つけていただければと思います。えー、タンデムはあまり使わないので、LINE か WeChat ありますかと聞いてくる外国人、えー、結構います。即ブロックしましょう。即ブロックしてます。うん、う本当に大正解だと思います。で、 そうじゃなくて、リビューがある人って、あ、いいですよって言って、ちゃんとタンデムで最初ビデオコールして、お互いに信頼関係を構築して、それでタンデムのコールがテクニカルな問題で、うまくいかなかった時に、じゃあどうしようかっていう風な、そういう、あの、自然な流れで他のアプリに行くっていうのはいいと思います。えー、ということでね、あの、お話いろいろしてきましたけれども、明確になりましたかね えー、そして、えー、みほさん、ありがとうございます。ワクワクしてきました。えー、よかったです。えー、ということで、ま、あね、物事ってある意味、あの、まあ、その、どんなアプリを使ってても、結局、自分の波動次第だよねっていうところだよっていうところは、あの、わかっていただけてたら、本当に嬉しいです。 はい。ということで、えー、今日もですね、今日ちょっとだいぶ長くなっちゃいましたね。えー、53分になってしまいますけれども、えー、ずっとですね、皆さん聞いていただいて本当にどうもありがとうございました。えー、それではまた明日もですね、えー、皆さんの、えー、毎日にね、お役に立てるような素晴らしいライブをやっていやり続けていきたいと思いますので、えー、See you tomorrow and do have a wonderful day.See you! Bye!